ディフェンスも絞れないような状況を作ったんですが、そうですよね、さあここはよく粘った、逆にチャンスになるか、体を入れる、田中ハイモがクリアする、もう一度鈴木がそのボールへ、そして新町のヘディングシュート、ゴール同点ゴール、新町やりましたね、新町若い20歳がチャンスを生かしました、後半21分、いや今日のアビスコはちょっと違いますね、再び同点、そうですね、今のはラインギリギリのところだったと思いますが、最高のタイミングで飛び出していきました新町、これねいいボール出ましたよね、鈴木の柔らかいボールから重松、よく枠に収めましたね、難しいボール、後ろからのボールなんでね、当て方のその厚さ、薄さっていうのがね、はい、微妙なんですよね、しっかり当ててしまうとコース外れることがあるんでね、うまいシュートでしたね、重松今シーズンの